え皆さんおはようございます。えー、鉄道写真家の快速 SL を駆動した菅丸と申します。えー、今日2016年3月1 6日のダイヤ改正に伴いまして、えー、北海道新幹線が開業します。えー、新青森、新函田徳斗館をえー開業します。こちらの区間ですね。えー仙台から新 北斗間を最速2時間30分でする、えー、予定です、えー、こちらのパンフレットによりますと、えー、会津若松からですと、えー、JR 磐石台線、えー、東北新幹線で仙台駅で北海道新幹線乗り換えると4時間29分で、えー、仙台から、えー、会津若松からの場合郡山を経由して 東北新幹線で、えー、仙台まで仙台から北海道新幹線の車両に乗り換えて、えー、新箱田と北薗まで、こちらの、えー、それぞれの、えー、所要時間になっております。今回の開通に伴いまして、JR、えー、東北本線の快速仙台シティラビットが、で南仙台と長町駅に停車するなど、いろいろな改善が。 え隠してみられております、えー、寝台特急の、えー、カシオペア号そしてハムナス急行ハムナスなどね、えー、廃止になってしまったという背景もありますが、えー、北海道新幹線の開業によって、えー、まあ利便性とかそういう、えー、メリットっていうのもねこれからえ少しずつ現れてくる。 じゃなないかなと思っております個人的には、まあ、カシオペアとハマナスの廃止っていうのがちょっと残念でありますけどね、えー、これからね、えー、たくさんの方がね北海道新幹線を利用していけ,ければなと思っておりますちょっと風邪気味で今日は維持自宅でゆっくりしようと思いますよろしくお願いします